ということで、今回はこの隅っこ暮らし、ここどこなんですをやっていきたいと思います。どういうことやら、ここどこなんです、隅っこ暮らし、ここどこなんですの体験版へようこそ。この体験版では少しだけ隅っこと一緒に探検することができます。めっちゃ震えよりやん、白熊やのに。寒がりの白熊、暖かいところを探して探検中。さあ、隅っこ暮らし、ここどこなんですの始まりです。何迷ってるの。いや、しかし迷子はね、あらしも迷子になっちゃうから。あ、連れてかれる。え、何、一匹だけ残されてるけど、どうした。お、いやー、いつも思うけど、これは一体どこからやってくるアーム。あー、しかもどこへ。無人島、サボテンとか生えとる。もうやってきた、やってきた。全員集合したね、これで。ここどこ？わかんない。どこから取り出した、その虫眼鏡。お？地図？あれやね、財宝のありかやね。パサッ。なんだろう？地図？でも、切れ端だけ。ここ、どこなんです？雲にも顔がある、かわいい。こういう始まりなわけね。石碑。すみっこたちは知らない場所に連れてこられて、落ち着く場所を探しているみたいです。まずはすみっこの様子を見てみましょう。下画面の白熊ボタンをタッチして、もっと近くで観察してみましょう。ふんふん。すみっこたちはここがどこなのか探検しているみたいですね。探検にぴったりのコスチュームに着せ替えてあげましょう。下画面の着せ替えをタッチしてください。お、まあ、動物はね、新しい場所に連れてこられたらすぐになんか見て回るもんね、周り。矢印の先をタッチして着せ替えてみましょう。探検セット、かわいい。いいですね、バッチリ似合っています。めっちゃかわいい。それでは戻るをタッチしてください。オッケー。おや？なになになに、どうした？トカゲからびっくりマークが出ています。トカゲをタッチして様子を見てみましょう。なんか発見した？お中に入ってた。そんなにボリュームがある草なんや、そこ。お、トカゲは秘境の場所がわかる地図を見つけました。秘境なのに地図があるんやね。真ん中の秘境はあっち、真ん中、右とか左とかあるんかな。秘境一覧、何秘境一覧って。誰君、何何何、どうしたの。秘境に出発。すみっこたちが秘境を見つけたようです。早速すみっこたちと一緒に秘境探検に行ってみましょう。目印の先をタッチしてください。秘境に出発。ここでは秘境で見つけた宝物などを確認することができます。それでは早速秘境探検に出発しましょう。初めから探検をタッチしましょう。 OK、 初めから。みんな着替えさせようよね。お、虫眼鏡を持ってる子とスコップを持ってる子に分かれてるのか。何？案内役？ありがとう。なんか後ろに倒れてる石像がめっちゃ気になる。かつて文明はここにあったのね。すみっこたちは秘境の奥に何があるのか見に行きたいみたいです。おや？食べ物が実ってるのですみっこに取ってもらいましょう。下画面に矢印の先をタッチして白熊のところまでスライドしてください。食べ物。はい。ねえ、それ、スイカ？スイカやん。しまった、しまった。めっちゃ飛び寄る、かわいい。スミコが食べ物を取ってくれましたね。秘境でスミコたちに道具を渡すと、スミコたちは道具を使って何かありそうな場所を調べてくれます。道具によって調べられる場所が違うので、必要な道具を渡してあげましょう。虫眼鏡では茂みを調べることができるので、やってみてくださいね。今、なんか、とんかつがいきそうな感じ。みんなから遅れて迷子になりそうなすみっこにはアームを渡して一番前まで連れてきてあげましょう。上画面のゲージはすみっこたちが秘境探検できる時間です。それでは時間いっぱいすみっこたちと秘境探検を楽しんでください。ほら、とんかつが調べてくれよりよ。なになになに、何がある？遅くない？あ、これもしかしてこれ？え、あ、合ってます？
何調べてるの？とんかつ大丈夫かい？とんかつめっちゃ遅れとるけど、調べてはくれよるけど、めっちゃ遅れてますよ。お、掘ってる掘ってる掘ってる。みんな止まったりはしないのね。なんかちょっとずつ土が崩れよる気がするけど、何があるの？何何何、なんかゲットしたっぽい。あ、ちょっと、とんかつ、とんかつが、とんかつがめっちゃ遅れる。そして茂みの旅に行くっていうね。え、でも全然何も見つかってないんやけど大丈夫？ああやっても何も出てこん、何も出てこん場合もあるってことかな。てか何も出てこん場合の方が多いんかな、もしかしたら。その岩気になるんやけど、岩はどうしたら何してくれるん？待って、何も持ってないね。はい、スコップ持っとこう、とりあえず。そしてとんかつ、君何も発見できてないよ。待って、これ虫眼鏡組が一人だけになっとる。はい、調べて調べて。あれ、もしかして食べ物かな、違う？ん、なになに、ここまで。え？え？秘境探検お疲れ様でした。なんかあっという間に。秘境探検は途中から始めることができるので、ゴールを目指して何度もチャレンジしてくださいね。あ、なるほどなるほど、何回かに分けていくってことか。あ、これさっきゲットしたやつ、コインみたいな感じ。発見率 12%、 真ん中の秘境。スイカとなんか石でできたお金みたいなのがあった。原始時代とかにありそうな。おや、スミコたちは秘境を探検して疲れているようです。プレゼントをあげて元気にしてあげましょう。まずは白熊のすみっこアイコンをタッチしてください。めっちゃ疲れとるやん。ぐでーんってなっとる。プレゼントをタッチしてください。はい。ここではすみっこにプレゼントする食べ物を選ぶことができます。みんなで一緒に食べられるピクニックセットをプレゼントしてみましょう。矢印の先をタッチしてください。ピクニックセット、色とりどりのサンドイッチのセット、ピクニックに持っていきたい。いいね、私はおにぎり派。あげるをタッチしてください。はい、オッケー。サンドイッチとおにぎりと何、ロールケーキ。いいねいいね、かわいい。猫遅いよ、食べるの遅いよ。気分がアップしました。みんなの気分がルンルンになったみたいですね。スミコたちが疲れていると秘境探検に行けないので、慣れてあげたり食べ物をプレゼントして元気にしてあげましょう。うんうん。おや、トカゲが何か見つけたようです。お、イカだやない。トカゲアイコンをタッチして何を見つけたのか見てみましょう。はい、これで海へ出れる。トカゲはイカダに乗りたいようです。作ったわけじゃなくて最初からここにあったってこと？なになに、どうしたどうした、水が怖いの？な、何があったの？おー、イカダでレース、ミニゲームってことかな。ミニゲームが増えた。スミガミ様の力でイカダでレースができるようになったので、早速やってみましょう。スミガミ様誰？え、唐突なスミガミ様。矢印の先をタッチしてください。イカダでレース、イカダを漕いで1番でゴールしよう。下画面で戻る進むをタッチするとミニゲームの説明を見ることができます。難しさを選んでタッチするとミニゲームが始まります。こうすればいいだけ。ミニゲームのスコアによってご褒美がもらえるようなので頑張ってくださいね。まあ体験版では楽々のみと。よし来い。こするこする、はい、こするこする。なんか方向おかしくない？あ、まだ始まってなかった。まだ始まってなかった。もうめっちゃ頑張るわ。へい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 。進むぜ進むぜ。それゴール？全然違った。あ、やばいやばいやばい。お、これは私ちょっと上手いんじゃね？あ、調子に乗るやつ。え、でも、でもうまいって、ほら。やめてよー。ぶつかってこないでよー。はい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 。オッ
と端に寄りすぎ、あ、これスピードアップってことか。あ、なるほどね。マリオカート的なやつね。スピードアップ、はい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 、はい、あ、スピードアップしたい、スピードアップしたかったのに。あ、やばい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 、はい、流れに乗る。やだ、ちょっとジャンプ台まであるやん。ちょ、はい、いいね、いいっすね。はい、ひたすら乗ってく乗ってく、流れに乗ってく。これ1ゴールあるよ。はい、来たー、やったね。残り時間ボーナス144点、やった。めっちゃ流されてっけど大丈夫。止まれんなったよね。終わり。楽しかったかな。楽しかったです、もちろん。あ、スコア344点、新記録完璧、やった。ミニゲームで遊ぶとやりたがっているすみっこが元気になります。他にもスコアによってお金をゲットできます。あれか、すみっこの方からこのミニゲームやりたいってアピールしてくるわけや。お金をお賽銭箱に入れることができるので早速行ってみましょう。おしまいをタッチしてください。はい、おし、あれ、イカダでレースのそこそこできるようになりました。お、体験版でもやったやん。気分マックス、ルンルン、いいね。ゲットしたお金はコイン7枚。お賽銭箱をタッチしてください。お賽銭箱、はい。貯金ができるのね。集めたお金は探検の無事のお礼としてお賽銭箱に入れることができます。めっちゃ小さいお賽銭箱、かわいい。早速お金を入れてみましょう。入れるボタンをタッチしてください。はい、入れます。お供え中、とんかつ、ペンギン、キミラも入れるよ。何、山盛りになったんだけど。増えた。あ、神様が吸収していく。そういう仕組み。お賽銭箱がいっぱいになったので住神様がお願いを叶えてくれるみたいです。お願いを叶えてあげる住みっこを選んでください。あ、服？服が欲しいの？いや、あげる、全然あげる。はい。じゃあ、猫。猫ちゃん、服。お願い中。そういう感じなんや、めっちゃいいやん。何？何の服？マリンセットをもらいました。え、いいね、いいね。もらったコスチューム、着替えよ、着替えよ。かわいい！着せ替え超楽しいんだけど。いいやん。住神様から秘境探検で使う道具やコスチュームなどいろいろなものがもらえるので、お金を見つけたらお賽銭箱に入れていきましょう。それでは戻るをタッチしてください。はい、残念ながら体験版はここまでとなります。本編ではもっとたくさんのすみっこが登場するので、すみっこたちと一緒に理想のすみっこを探して探検してみてくださいね。ここまで遊んでくれてありがとうございました。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。やったしー。今のところ着せ替えが一番楽しかった。いいね、もっともっと可愛い格好させていきたい。